下の芋虫さん。保育者がリズミカルにコロ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 転がって、コロ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 ペタッと言いながら、丸いボールを持って芋虫の体にくっつけてみせ、子どもの動作を促します。面ファスナーは白色が柔らかい方、色のあるものを硬い方にします。白い面と白い面ではくっつきません。遊びながらどうしたらつくか考えてみましょう。